が一番気持ちよくなっている時にベニーユが背後から襲いました。なんて悪い人たちだ。さあそしてアスカが先制攻撃はベニーユです。いや兄貴の世界観をぶち壊しにかかりました ね、 これはね。最初やっぱりベニーユが入場した時にもうなんかミラーボールが見えるようなね、はいはい、その雰囲気だったの。あれをですねかき消していく兄貴もすごい。雰囲気が兄貴化していますが、これはちょっとどう見ても雑な真似ですね。そうですね、あんまりリスペクトが感じられないですよ。この後何が起こるかちょっと恐ろしいですね。兄貴が切れると怖いですよ。